提供は2017年2月9日9時34分ですね。朝日新聞の一面ですけど、アメリカ軍から日本の大学に研究費が、払われてたという話ですね。大阪大学3億円が一番でかいんだね、3億に。あとは5000万、東京工業大学5000万、東北大学4500万と。で、大阪大学は何を研究していたかというと、レーザーや船体に関する研究、東京大学は人工知能、まあ直接兵器を研究しろという話ではなくて基礎研究に限られているという話なんですけども、もともと日本の学術界は、軍事組織からの女性に一線を引いてきたんですからね。だから軍隊から金もらうのはやめましょう、人を殺す兵器を作るようなことに協力するのはやめましょうという、まあ最もの健全な姿勢だったんですが、実はアメリカから金をもらってた。まあ大学側からすれば金なくて困ってるんで、どこからでも金をもらえればもらえるに越したことはない。気持ちはわかるんですけどね。で、別に人殺しをする兵器を作るために作っているわけじゃない、それを研究してるわけじゃないんだから、あくまでも基礎研究なんだからいいじゃないか。確かに私はですね、その技術に関してはどんな基礎研究をやってもですよ、結局は新しい技術が生まれて、優れた技術が生まれればやがてはそれが武器に必ず使われる。それから逆に武器を作るために行われた研究が実は民間の役に立つという例はいっぱいあるんですよね。まあ戦争中に日本の戦闘機、非常に優れた戦闘機が作られて、その戦闘機の性能を高めるためエンジンの研究によって培われた技術が日本の優れた自動車を作ったんですね。スカイラインでしたっけかな、なんか国際的な自動車レースに出て勝ったのが戦後それほど時間が経たない時でありましたけども、あれは戦闘機のエンジンを研究していた人たちがその技術を使って成し遂げた技術で、結局は技術というのは戦争によって非常に伸びるという事実がありますね。で、その伸びた技術が民間の一般の平和的な利用に使われる、そして民間の中で生まれた技術が逆に兵器に使われて人殺しに使われる、まあ、それはもうやむを得ないですよね。しかしそのこととね、この軍隊から金もらって大学が研究するというのは分けて考えなきゃいけないだろう。例えばヤクザから金もらって研究するのはいいのかって話になりゃ、まあヤクザは何のために金を出すかって言出入りの時にそれが役に立つからってことですからね、いいことではないだろう。まあ難しい問題だね。どこから金が出ようと お金はお金だ、
そういう言い分もこの場合には成り立つかもしれないけどね、よう分からんね。で、そこで開発された技術をその米軍が排他的に独占する、まあ、それはやろうと、それがあるんであれば僕らは絶対ダメだね。だからアメリカ軍ではなくてアメリカ政府が金を出してくれる、まあ、ありがたい話ですよね。あるいはアメリカではなくて国連が金出してくれる、まあ、そういうことであればまあ全然もうもろ手を挙げてありがたい話なんですけども、軍隊が金を出すということはまあ軍事目的に使う、そう考えるのは当たり前の話であって、それをこれまでは良しとしてこなかったんだから、それはやっぱりちゃんとその姿勢は貫くべきなんだろう、まあそう言わざるを得ないでしょうな。ということで今日はこれぐらいしていきます。